こんにちは、エレファントサイクルです。まず今日ね、2つ話題があります。この僕が岡山の津山に行った時に、このビンチューレモンチューハイ、まあ、これがどうやら岡山県津山市がなんかね、一番飲まれてるらしいんですけど、なんとね、この会社がエレファントサイクル横の会社でした。ここの横の会社が、ビンチューの会社だったそうです、はい、お好み焼き屋さんに教えてもらいました。もう一個の話題は、2026年からホンダが F1 に復帰するということで、まあ、アストンマーティンとホンダがダブルネームでやるっていうんで、めちゃくちゃ今テンション上がってます。それとソニーの Vlog のカメラが昨日発表されて、あれをちょっとね、買おうかなと思ってます。6月ぐらいですかね、発売は。で、今後はもっといい画質でお届けできると思います、はい、ということで、今週メリダのリアクトというこのモデルが、中古で入ってきました。サイズが S サイズ、今の状態で、サドルトップがだいたい690ぐらいなので、身長168センチから、まあ、170ぐらいの方におすすめのサイズです。金額が税込みで9万円です。トップチューブがだいたい535ぐらいなので、まあやっぱり170前後の方、172の人ちょっとちっちゃいかもしれませんけど、お店に置いてあるんで、もし購入検討中の方は、お店、晴れてれば試乗できますから、ぜひ試乗しに来てください。じゃあ、ざっくりね。で、バーテープは、ちょっと今から白いバーテープを巻いていきます。コンポーネントはシマラの5800-105。ブレーキも5800です。これカーボンフォークかな？カーボンフォークですね。で、アルミフレーム、エアロフレームです。かっこいいですね、ここね。あれ、ブレーキがない。そう、ブレーキはこの下にあります。で、防犯登録も一応解除して販売になります。ちょっとね、フロントメカのここ、塗装が剥がれてますね。で、ブレーキが下にあります。スプロケットが11-28ぐらいかな。で、タイヤはサーファスのタイヤがついてます。タイヤはちょっと変えた方がいいかなと思います。700-25C です。かっこいいですね。ここで上げ下げします。これがなんと9万円で販売できますので、まあ例えばちょっと今から自転車始めたいんだけどなかなか高いしとか、あとまあ学生さんでちょっと高いの欲しいんだけど今はまだいいや、どうしようかなっていう方は、まず9万円のロードバイク買うとまた世界が広がると思うんで、ここはね、学生に優しいお店を目指してるんで、ぜひお店に来てやってください。で、もしかしたらちょっとね、別の倉庫に、今ね、倉庫があるんですけど、そうね、お店狭すぎて、物が置けなくて、倉庫に今何台か置く場合があるんで、もしどうしてもこれ見たいなっていう方は、まあ、公式 LINE に、ちょっとメリダの赤色のやつ見たいんだけど、来週行きたいです、みたいな、まあ、来店予約してもらえれば、倉庫から持ってきますので、言ってください。で、あと中古なので、まあ、ケーブルとか、まあ、そうですね、細かいブレーキシューとかは、まあ、チェーンとか、その辺は乗っていくうちに、まあ、すぐ交換になるかもしれませんけど、ひとまず今、点検した感じでは、全く問題はなかったので、すぐ乗ってもらえると思います。あとね、防犯登録もできます。だから、これを乗るにあたって必要なものは、まあ、ペダルついてるし、空気入れも大体みんな持ってますかね。バーテープは、ちょっとお店来て選んでもらおうかなと思います。まあ、白か、黒か、最初ね、白が巻いてあって、ブラケットの位置がちょっとね、あまり好きな位置じゃなかったんで、ブラケット位置を調整してます。そんな感じです。はい、パナソニックね、今週の土曜日に取りに来られます。オールシティのネイチャークロス、やっと今週の土曜日取りに来られるんで、結構ね、遠いとこから今日仮組して、明日、視野完成で明日動画を撮ります。
あと今週末日曜日はコーヒーライドがあるので、それに向けて今このゴリラモンスーンを今組み立て中です。ホイール組みました。後ろだけ。これね、見本です、見本品です。あと今週の感じと、あとこのマウンテンバイクは、あとハンドルを広くしたらめちゃくちゃ乗りやすくなりました。あとこのマウンテンバイク、これも今日パーツが来たので、まあ、で今日できないかもしれませんけど、完成したら試乗車、まあ、あとレンタルできるので、まあ、1日1000円で貸し出してきますから、気になる人は問い合わせ待ちてます。あとこのバーディーも引き続きレンタルできます。あと僕が持ってる自転車もレンタルできますんで、まあ、身長が180ぐらいの方は全然貸しますので問い合わせください。あとね、 BMX 今注文もらって、これちょっとねまだ着手できてないです、はい、あと最近の感じだと、あとパナソニックも2台、これはねちょっと今月できないかもしれないので、まあリドレーが終わって、オールシティが終わって、 BMX が終わったらこれはちょっと着手していこうと思います。なぜかというとね、今月末の入会予定だったんで、ちょっとスケジュール入れてなかったあと僕のこのね、シルバー色のコーナーバイクで作ったこれも試乗車として組んでいきます、まあ、大きいですけどね。だから180ぐらいの方で、なんかレンタルサイクルとか、こういう、なんていうかな、CX ベースの車体に乗りたい方は、これも今後用意して、また動画でこれアップします。そんなとこでしょうかね。最近の感じは。そうそう、マビックね。やってないけど、マビックなぜかいっぱいあります。マビックやってないけど。この上のホイールは、ほとんど売り物がなくて、今から組み立てする人の順番待ちになってます。デュラエースの C36 のホイールもありますけど、これも組み立て待ちのホイールなので、もしどうしてもこれが欲しいという方はちょっと別でまた注文します。そうね、そんなもんかな。あとパナソニックの岡本豆腐店さんからフレームフォークを借りたこの CX、 これも試乗車で置いてるので、どしどしここにある時に乗ってください。このリドレーもねかっこいいっす。これまた別で紹介しますけど、お客さんがフレームとコンプ持ってきて、ちょっとおすすめで組んでくれって言われたんで、まあ、イーストンやって、ベロシティのハブとベロシティのリム、あとプロワンね、タイヤ、これをつけてます。でちょっとね、お店なんか忙しそうな雰囲気はあるんですけど、来店予約してもらえば全然そんなことないんで、もうじゃんじゃん予約してください。じゃんじゃん予約してご来店待ちます。で明日ちょっと髪がちょっとだいぶ伸びてきたんで、明日横の美容院でカットします。カットして6月の第1週の富士ヒルクライムはもうね、バッと決めて出ますんで。以上です。終わります。